はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造戦国立志伝、小野正嗣でのプレイ続きをやっていきましょう。前回、その前からちょっと振り返った方がいいですかね。今川家に弓を引いたわけなんですが、その今川の大軍の前に、なんていうんですかね、朝廷の意向を使ってなんとか和睦に持ち込んだものの、和睦が切れ、その隙に大垣城を奪還したというところまで前回お届けしたと思います。でですね、その大垣城を奪還した、勢いに乗って乗じてですね、こちらの長島城も取りたいというところで兵を送ったんですが、長島城はね、ちょっと攻略ができずに今撤退を行っているという状況です。で、長島城から撤退するときに敵の追撃を受けないかどうかというのがちょっと今はね、心配なところにはなっています。ではまずはターンを送っていきましょうか。敵の追撃があるかどうかですよね。敵の追撃を受けるとなるとちょっと厳しい戦いになるかなというところなんですけどね。あとは敵がですね、今川を敵と呼んでますけど、今川と武田が争っている間隙を縫うというのが一番現実的な生き残り策なので、というところで清須城に 17,400 か。ここに展開しているのがこぞって清須に入ってくるわけだな。ってことは逆にここにいる清須をなんとか守りきって、そうだな、逆に敵を追い込めれば長島城に攻略隊を送れる可能性もあるんで、ちょっと清洲城の防衛戦は本腰を入れて戦いましょうか。というわけで稲葉山からまず兵を出しましょう。清洲出陣する。鳴海城からはちょっと兵は出しづらいな。できれば清洲城で迎え撃つ形が一番理想的かな。なのでキヨスはちょっと兵を二手に分けましょう。我が戦お見せしましょう。で、名古屋城からも兵はちょっと出しづらいので、最悪の最悪、釜場城から兵を出す感じかな。一応釜場城からすぐに兵が、出せるようにキヨスに向けて出陣だけはさせておきましょう。これでどうだろうか。キヨスはね、縄文の数がいくつあったかな。縄文の数が4つあるとちょっと厳しいかなというところなんですが、その情報がちょっと出てないな。となると最悪の最悪、大垣城からも兵を出す必要があるので、その心づもりでいましょう。出陣するぞ。で、武田の方はというと、武田と、今川が争っているものの、前回のような大掛かりな合戦には至らなそうな雰囲気ですかね。はい、では進めていきます。さあ、ここでじゃあ一気に回戦に持ち込んでいきましょう。ちょっと一旦遅れちゃったかな。まず縄文の数ですが、縄文の数は3つで、秀長がもうだいぶ削られてるな。承知いたしました。ちょっと数が間に合わないかな。小野正嗣の隊が間に合わないかなっていう懸念がちょっとありますが、しょうがないですね。ここはなんとか敵を食い止めましょう。承知いたしました。始めるぞ。我に続け。行きます。樹形二の部隊があそこから侵入してくるな。これで決まりだな。正々堂々勝負しなさい。城門破られる前に一旦中に引いた方がいいですね。
ジュケーニが中に入り込んでくるのでちょっと早いですけど、二の丸に撤退していきましょう。承知いたしました。我が采配で勝たせてもらう。いや、キヨスを失うわけにはいかないからな。援軍が待たれるな。敵が城内に侵入しました。城門が破壊されました。城門が破壊されました。行きます。貴様らの動き読めておる。逃げたければ逃げなさい。合戦の士気の中断を一旦しましょう。信勝が配下に入り、椿ちゃんが配下の武将に入れるしかないな。ちょっと今正直武将に余裕がないので姫武将にせざるを得ない。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。かなり乱戦になってきてるな。まあしょうがないですね、この状況は。城の修復を入れて、であと修復できるところはキヨスも修復が入れられるのか。ただキヨスはすぐ合戦になるので、まあ無意味に終わるでしょうというところと、大垣城の改修は天守の改修を第4段階まで横山にやらせましょう。でだ、外交だ。交渉はまだ近くの有力な大名には交渉は不可能だな。で、都用ができるんで2人。おお、村上義明がいるか。義清じゃなく義明。まあちょっと2人とも入れましょう。武将の数が足りないのはいつも通りなんで、僕のプレイはいつも武将がいないっていうね。で、投資とかをちょっと入れつつ、とにかくまずはキヨスを守ることを最優先に考えていきましょう。兵はまだまだ追加で出せるといえば出せるんで、まあ、観音寺とかからね、信長を出陣させるというのも手ではある。ただまあ二条御所とかあとね、隣接しているといえば隣接しているので、まあ、できればね、そうはさせたくないと。あとは長島城に向けて敵の部隊が動いてますね。今川の部隊が、まあ、約2万の軍勢が長島城に動いてるので、この長島城を攻略するのは難しく、逆に長島城を拠点に、キヨスをはじめこちらの領地を蹂躙してくる構えにも見えるわけなので、まあ、ちょっとねこの辺りはしっかりと見極めが必要かな。出るとするか。で、朝廷外交の状況も念のため確認しておくと、朝廷外交はあと2ヶ月、あと2ヶ月持ちこたえればなんとかなるかなっていうところですね。大合戦に持ち込むのは得策じゃないので、ここは予定通り守っていきましょう。で、援軍が到着してますね。援軍が到着してるので、まあ、挟み撃ちにするのが一番いいでしょう。続け。火事再造も挟み撃ちしていきましょう。承知しました。持ちこたえ、城門が持ちこたえてくれていれば少しは勝ち目が見えてきたかな。さらに援軍だ。かしこまりました。隠れ。秀長がちょっと危ないかな。軍勢が500まで切ってれば。急いで火事再造が戻ってきてくれないと危ないね。よし、間に合った。見せてやろう。これで決まりだ。戦に出たからには勝ちます。貴様らも読めてよ。これで終わらせようか。力の差、見せてやろう。この攻め、生きれない。我らの攻め、耐えてみせよ。よし、形勢は一気に逆転したはずだ。これが我が魂。
何、カジサイゾーが混乱しただと。なかなかなんだ。さらに三河魂一匹あった。誰だ三河魂ってことは絶対に家康がいるな。そう、混乱から一気に形勢が逆転させられたの。さらに激戦ですね今回は。続け、誰だこれ本当に。世良田元信隊、かなりの強敵だな。壊滅させられたな。さあここはでは本丸まで一度引きますか。お任せください。遊びは終わりだ。戦に出たからには勝ちます。我らの攻めに耐えられるか。元踊りだな混乱の要因は。やるとするか。ただなんとかキヨス攻撃隊は退けられたかなというところですね。まあ、味方の被害も尋常ではないですが。何者なんだろう。ちょっと恥ずかしながらあまり知らない武将だな。後で調べてみますけど、詳しい方いればぜひぜひ教えてください。さあ、あとはこっからはちょっと急いで舞台を戻して兵の回復に進めましょう。一刻も早く大垣城を目指して8000円で、キヨスに11600円。結構ガシガシくるね。小川さんは死んでもらおう。あと1ヶ月、あと1ヶ月耐えれば朝廷外交がかませられるんで、今の敵の状況を見るとまず大垣城に8000で、清洲城に11600の軍勢だったので、ここは持ちこたえるためにまずはこの1万の軍勢、信長の軍勢を大垣城、いやー清須だな、清須に出しましょう。で稲葉山城に残っている残りの5000、まあ連戦になりますが、これを大垣へ出陣するで、十分に間に合うとは思うんですが、細川藤高隊も大垣城へ、我に続けで名古屋城にいる部隊を足壁をしてるを清瀬、いざ参ろうで犬山城の部隊光秀を清瀬。こんだけ軍勢出せば持ちこたえられるでしょう。1ヶ月持ちこたえればいいので、念のため朝廷外交を確認しましょう。92、何、次回で99か。これは予想外だな。いやー2ヶ月持ちこたえなきゃいけないってこと。状況が変わったな。2ヶ月か、大丈夫か、少し心配になってきましたが、持ちこたえるしかないのでなんとかしましょう。いや敵はね無尽蔵に兵がいるわけですからね、持ちこたえるのも結構厳しいというか大変というかキリがないというか、ここは地味にちゃんと投資とかもやっておきましょうか。そしたらそうしないと結局自分が困るっていうね。
できないって、じゃあ自分でやれってか。ただどうだろう、制作を取り行います、制作を取り行います。今だとできる投資といえばそんなに多くはないけど、投資はしときたいな。武将がいるところは投資をしっかり入れて、カズマス、あと牧島城とかはね、最悪放棄する可能性があるんで、そういったところは、まあ、正直後回しにした方がいいかなという感じもしますからね。で、正信に治水に変えましょう。こんなところかな。ではもうあと2ヶ月持ちこたえましょう。毛利家の工作による6ヶ月の同盟、大垣城が囲まれたか。大垣城は十分に撃退できるでしょう、軍勢が揃えば。乙葉城に7000、小田に17600、観音寺に22800。なるほど。ってことはこれ早々に敵を撃退して回数刀で軍勢を戻さないと危ないですね。まずは大垣城だな。大垣城で決着をつけちゃいましょう。もうちょっと進めた方がいいな、軍勢が集まってからの方がいいでしょう。負ける気がしないな。敵が我が領内に向かっております。十分に敵を引きつけたでしょうというところで、回戦していきましょう。早々に蹴りをつけて救援に向かわなければいけないですね。敵の数はいくぞ、こちらの方が圧倒的に兵の数では有利なので。ただこれ城をこもって戦う意味あまりないな。ほぼほぼ縄文がやられてるんで。我に続け、隠れ。ただここで敵が足止めできるんだったらそれはそれでありがたいので、敵の足止めを少しでもしておきましょうか。引け、これで終わらせよう。かしこまり、取りかかれ、隠れ。この信長に挑むとは愚かだな、はっきり言って。信長が天下、邪魔はさせぬ。ほぼほぼノーダメージでこの大垣城の攻防戦は勝利できそうですね。いや、さすが信長だ。信長がいるのといないのじゃ大違いだ。ほぼノーダメージで大垣城防衛ができましたね。で、キヨスも危ないんで、キヨスの戦力比を見るとやや不利か。となると信長をまずは観音寺に戻しましょう。で、カズマスも出陣させて、小谷が危なくなってるので細川藤鷹を小谷に戻し、信長は観音寺に戻してあげましょう。こんなところかな、今すぐできる策は。で、鳴海城の部隊を勝家かを清須に向かわせましょう。これで和解ができるな。朝廷工作を使って、ちょっと待ってください。今朝廷工作するのが本当にいいかどうかだけ見極めましょう。今すごくいいね。一度和解を入れましょう。6ヶ月停戦状態にして、次のターンで早々にまた朝廷外交を展開できるんで、すごくいいですね。兵を急いで返しましょう。急いで返して、その隙にまた体制を整えて、できればいざこざがまた武田と
今川の間に起きてくれるとよりベタ。いやー、6ヶ月間の平穏な日々が訪れますね。で、忘れないうちに速攻で、豊をもしといて、ただ豊よりも大事な外交ですね、朝廷外交。これも生命線と言っていいですからね。正嗣ができないのはなぜだ。今正嗣が担当してるからかな。ちょっと怖いんで一応信長にしときましょうか。で、これを正嗣に変えればいいね。よし。で、この隙にというわけじゃないんですが、まず城の修復を速攻で、5ヶ月かかるか、終わらせていかなきゃいけないんで、6ヶ月かけてでも終わらせていきましょう。で、さらに城の防御力を上げていきたいので、まず大垣城は4層天守に改装中で、マス型も矢倉を入れておきましょう。で、清洲城は矢倉を鉄砲中間に拡張した上で、犬山城の矢倉をさらに改修はできないか。二の丸を三の丸にはするにはちょっと規模が足りないよね。となると、ここまでかな。出城もできない。よし。じゃあ、犬山城は完成したね。釜場城がね、結構弱いはずなんで、釜場城の改修を入れておきましょうか。矢倉をまず建てて、で、あとは、音羽城は今、拡張中ね。よし、これで、まずは、一通り。体制を整えたんで、兵糧を売却してお金を作り、こっからだな。回収はもう今見たよね。音羽城は今回収中。釜場城も回収中。よし。で、そうなると次に見なきゃいけないのが陣所だな。陣所も主要なところに作っておけば、多少なりとも人口増とかにつながるんで、作っておきましょう。で、外交交渉で毛利に関しては今交渉中だよね。毛利とはもうちょっと交渉が進んだ段階で早急に同盟を結びましょう。で、密談だけど、密談の状況はというと、まあ、武田とことを構えるつもりはないんで、今はできないと。で、論功行賞もよしで、まずはこんなもんか。よし。あとは、武田と今川がまたぶつかってくれることを祈りましょう。非常にリスキーな展開が続いてますからね。清洲城の兵力がだいぶすり減ってるんで、これも急いで回復させないといけないですからね。釜場もすり減ってるな。清洲城もすり減ってる。ちょっと6ヶ月じゃ回復できないぐらいのダメージを受けてるね、どこも。密談は今できないしね。さて、どうしたものか。劇的にね、その政策を執り行います。効力が増えてくるような
まあいいものが出てくればいいんですけどね。あとはもうこういう地味な奨励してないものがあればしていくって感じだけど、まあほぼほぼもうしてあるよな、どこも。さあちょっと怖いけど先に進めていくか。とまた武田が対戦をしてくれるとだいぶ助かるんだけどな。そんな気配はないですね。この信長にご命令を。そうするとすぐにきっと今川軍が攻めてくるんじゃないかという怖さすらあるんで、ここはまああまり効果は薄いとは思うんですが、交渉で毛利と24ヶ月の同盟を結んでおきましょう。でその上でさらに工作は引き続きやっておくというのが得策かな。さて、伊達ともちょっと工作はそろそろ入れとくか、薄くでいいので。今川との停戦が残り3ヶ月、停戦が切れた瞬間に何が起きるかわからないですからね、まあ、きっと退去して攻撃隊を送ってきそうな、そんな気がするんで。大垣城を取っただけだと不安だよな。長島城をやっぱり取りたい。長島城取りたいけど、どうだ、キヨスがあそこまですり減ってるんで。そうそうは簡単に長島城を攻略して、かつそれを守りつつ他の城への攻撃を耐えるだけの兵力がないかなっていうところなんですよね、味方に。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。木材不足で何もできないか、回収系は。確かに木材がない。ただお金もないんで、ここはちょっと無理するのは一回やめましょう。で今川の兵力はというと45万か。一方小野家は6万7千、武田が24万、毛利が10万。いやー、機内一帯を抑えた今川が圧倒的だな、まあ、10倍近い戦力と戦うことになるとなると、とてもじゃないですけど勝ち目がないんで、やっぱ武田がちょっとこねてもらわないと厳しいな。なんとか武田がね、今川とこね散らかしてもらうといいんだけど、外交状況を見ると今川と武田は反連合でぶつかってくれてるんで。で北条が30万か。この北条がね、どうだろう、小田原城近辺で今川と小競り合いを起こしてくれれば、この東海地方の今川軍がそっちに誘引され、そこに武田が侵攻してくれればちょっとはチャンスがあるんですけどね。そういう依頼ができないからな。
この信長に今川との停戦があと1ヶ月で切れるというところまで来ましたね。いやー、できることなら今川さんに贈り物を送って和病を入れたいところですけどね。さて、どうしたものか。とりあえずお金がないんで兵糧を売っておきましょうというのと、あとはそうだな、回収系ももうできるところないですよね、すぐにってなると。さて、本当に怖いな、次のターンを来るのが。あと外交でできることもないし、密談もまだできないし、取り込みしておくか、まあ、しておきましょうか。ちょっとでもやっておけばいいでしょう。城下に移ります。で、あとは外交の状況ですね。朝廷外交、あと6ヶ月かかるか。6ヶ月は長いな。金を積んでてもいいんで、なんかもっと劇的に短くする方法があればね、ぜひともそれに乗っかりたいぐらいだな。はい、というところで、まあ30分過ぎましたのでね、まあ、ちょうどいいところでもありますので、一旦ここで終わりにしてですね、まあ、次回今川との停戦が解けた後の戦いね、再開していきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。